日本中国地方広島県広島市秋区、矢野広島市秋区、矢野地区。右の埋め立て地が、広島東部流通団地、下部中央の埋め立て地が、自衛隊 S 字の道路が、広島熊野有料道路。矢野は、広島市秋区の南部に位置する地区で、広島市編入前は、秋郡矢野町であった。飛び地として日、して日本一の人口を誇る。秋区。 矢野の飛び地すべてと、矢野新町二丁目の飛び地を含む。町名にはすべて矢野が使われているが、基本、天神など各地で、独自の地区名を持っているところもある。矢野は、広島市域でも古くから、歴史のある地で、矢野を中心に、秋群坂町、呉市の天皇、押し込め地区、秋群熊野町の川澄平屋地区まで含めて、かつては、 ヨークマと呼ばれていた。縄文時代の早期には、人が暮らし、矢野小学校の校庭から、縄文土器や弥生土器、石符などが出土している。平安時代、秋熊谷市により矢野城が築城され、城下町として発達。また、温度の瀬戸を開いた、平の清森の五福島への航路に近く、広島湾から、さらに湾になっているため、港津の港町としても発達した。 1335年12月23日、矢野城は、足利高氏に降応して挙兵した、武田信武らの軍勢に攻め込まれ、熊谷連閣をはじめとする熊谷氏の、暴流一族らは、昼夜の別なく4日間にわたり戦ったが敗れた。その後、1445年に、終わり国より、野間重義が、矢野城に入り、近隣の平賀市や小早川市と争いを、 繰り返し勢力を拡大した。1554年9月7日、高田軍の武将、毛利元成が3000機を持って、矢野城を総攻撃。野間氏一族は虐殺され、この時矢野城も廃城になったと推測される。この矢野城工房の悲惨さを語る野間高史実の、野間川、長く里人の語り草となっている。江戸時代、矢野は、両船黙り、 商工として栄え、明治時代に入ると、1870年、矢野の長慶寺に、警的者が開設され、広島県下小学校の先駆けとなった。1903年、関節鉄道の海田市駅呉駅間会業により、矢野駅設置。1935年、矢野深海先を埋め立て、大日本帝国軍の基地となる。1945年8月6日、 広島市中心部に原子爆弾が投下されるも、矢野地区と広島都心との間には黄金山があり、爆風被害がほとんどなかった。1975年3月20日、広島市と合併したことにより、広島市、矢野町となる。1980年4月1日、広島市の政令市以降に伴い、広島市が効矢野となった。以上の3つの山は、 矢野山山と呼ばれる。小崎神社の参道、本町商店街から矢野川の出会い橋まで、たくさんの露天岩の木を並べ、多くの人が訪れる。北西が矢野新町2丁目19の飛び地、南東が矢野地区中心部を含む地域。また、北東が海田町、南西が坂町である。なお、南東にある矢野地区中心部を含む地域は、 矢野新町二丁目を含む。ありがとうございます。